境港市ゲゲゲの妖怪楽園に設置された一旦がモメンの、遊具一旦モメンは、水木しげるの漫画、ゲゲゲの北郎の主人公、北郎の仲間の妖怪の一人。一旦モメンも表記される。境港市、水木しげるロードに設置された一旦がモメンの、ブロンズ像空を飛ぶ、布の妖怪で、全長約10メートルの白い反物に細い目と腕が、一体ずつついた姿。 体重は約2キログラム体の厚さ0.5ミリ。伝承ではどこからともなく現れて人の顔に巻きついて窒息させる恐ろしい妖怪だが本作では北郎の仲間として登場し彼や仲間たちを乗せて飛行する。布であるため火やハサミに弱い。切られると血を流す吸血妖怪を見て距離を置くといった描写が存在する。また、 弱点として心臓があるらしい。再生能力で簡単に元通りになる。戦闘では、北郎を乗せて、空中戦の手助けをすることが多いが、敵に巻きついて、締め上げたり、体の縁を、刃物状にして切ったりといった攻撃も見せる。また、ネズミ男曰く、一旦五面の政治的思想は、高派だという。清潔に気を使っている。 鹿児島の大隅地方に出現する妖怪と言われているためアニメ第3作以降は鹿児島弁で喋るその影響で原作もしばらくは標準語のままだったが次第に鹿児島弁も混ざるようになるゲーム作品などでもこの一端も面の鹿児島弁を話す設定が定着していく実写映画版では声を担当した柳沢慎吾のフレーズのあばよ いい、夢見ろよも使用されている。一見細い両目だけの顔で耳も鼻も口も見えないが、キタロウたちと食卓を囲む場面があることから、口はあるらしく、アニメ第三作オープニング映像では、管楽器を吹き動作96話ではジュースを飲む、場面で口が出現しており、第六作でも酒を飲むシーンが複数回、描写されている。好物はチョコレート。酒は、 芋上駐が好き。また、アニメで、ネズミ男が悪臭を放つ場面では、鼻に当たる位置を手で押さえていることがあり、第6作50話では、ぬえの声を防ぐため顔の両脇の縁を、ここの見栄えと言って結んでいる。82話でも、ぬっぺ、ポーの妖術で老化し、体がシワクチャになった。第6作9話では、カッパに尻小玉を抜かれてふぬけになるシーンがある。 他にも腕の部分を袖のようにまくるシーンもある。初登場は原作、妖怪大戦争及びそのアニメ化である第1作、第10話、妖怪大戦争。原作と第1作の妖怪大戦争では西洋妖怪との戦いで最初に戦死したが、その後、第20には妖怪獣で、すでに復活していてきたろうと再会。この時は黒目があって、 体がかなり長く描かれていた。また、この時も切り刻まれて再び命を落とすが水をかけられて再生し、妖怪は生命力が強いからわずかなきっかけで復活できると、さきの妖怪大戦争の選手からの復活と整合がつく、説明もなされた。以後は準レギュラーとして活躍した。なお、アニメ第3作51話によれば、 他にも一旦木綿がいるらしく、北郎一家の一旦木綿も彼女を探している。目玉親父をしてベテランと言わしめるほどの豊富な経験を持ち、普段の飛行能力だけでなく北郎ファミリーの中でも、その戦闘力を頼りにされている。後年の作品では、北郎や砂掛け、バーの武器として機能することもある。飛行手段として掃除手で番は割合多めだが、 登場してもセリフがない回も少なくない。ドラマ、ゲゲゲの女房では、ヒロイン、村井文江のイメージで、夫、しげるが描いたキャラクターの額縁が、自宅に飾られ、ぬのみえのセリフに対し表情を変化させている。劇場版、妖怪ウォッチに登場した際は、セリフはないが、北郎たちを乗せて飛ぶなど活躍していた。ありがとうございます。